うん、よかったって。心配する。うん。急に終わったじゃん。何だったの今の。というわけで始まりました少量チャンネルの翔太です。今回はですね、まあ、今のあの VTR はちょっと置いといて、今回は僕一人で動画撮っております。イエーイ。ちょっと待って、みんな。ちょっと待って、わかるわかる。言いたいことはわかるんだ。少量チャンネルは、りょうさんあってのものだろうっていうのはわかるわかるわかるけども、わかるけども、最後まで見てってよ、短いからさ。短いから最後までお付き合いして、お願い。翔太一人で頑張ってるなって思う人は高評価、今、お願いします。少量。というわけで、一人で動画撮るって、いつぶりかな？多分餃子大食い企画した時以来だと思うんですけど、今年末じゃないですか。で、年末で、まあお仕事をね、お忙しい方もいらっしゃいます。お疲れ様です。で、それでりょうさんもその一人でございます。お疲れ様です。そして、年末まで頑張って働いた方々、お疲れ様でした。はい。というわけで、まあ動画を撮っていこうかなと思うんですけども、じゃあ今日は何をするかというと、何しようかな。ひょうにょう。あ、そう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 。なぜ、最初の動画で、まあ、ああいうことがあったかというと、まあ、特に大したことじゃなくて、喧嘩よくするんですよ。喧嘩よくしてて、嫌になっちゃうんですよね。一緒に暮らしてるからこそ、一回、頭冷やそうって思って、少し、家出ることが多くって、まあ、それって別に、すぐ戻ってくるんですけどね。それで、帰ってきた時の映像が、今のやつ。なので、別に大したことではないんですけども、まあ、そういうこともありましたっていうこと。結構、まあ、ね、コメントとかで、まあ、いつも仲いいですよね、そうですよねっていう風に言っていただくんですけど、まあ僕らもまあそんなわけではもちろんないので、いいかなーと思って。あとは、りょうさんが今回出てないので、そのために映したわけです。イエーイ。終了。さて、じゃあ、何しようかな？どうする？じゃあ、彼のいいところとか話す。彼のいいところは、僕 YouTube を、まあ始めて、僕から YouTube 始めようって言ってて、まあ基本企画とか編集は全部僕なんですけども、例えばこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていう風なことを言った時に、臨機応変に対応できるところ、こうしたいって言ったら、ああしようっていう風に言えるところは多分天才的なあれかなと思ってます。とか、まあ、あとはご飯作れるところとか、まあそういうところですよね。うん。終了。どうしようかな、何撮ろうかな。こういう時って何撮ればいいのかな。メイク動画とか撮ればいいの。わからないな。最近の悩みとか言う。最近の悩みは、寝る時が乾燥がひどい。つまんな。気持ちいいなぁ、風。気持ちいいなぁ。ひょうにょう。じゃあ分かった。最近僕のハマってることを紹介しますね。僕、ちょっと前にその BL 漫画のことについて話した動画あるじゃないですか。で、それをめっちゃ読んでる。ちょっとここには映せないんですけど、チラッとね、いろいろあるんですよ。それをね、めっちゃ読んで、なんて素敵な世界だ、とか思って。いいよねー。うらやまぴー。うらやまー。うらやまー。てか、なんでこんなみんなイケメンなん？マジ。教えて？みんなかっこいいじゃん、これ。ほんとに。なんなん？男にもモテそうで、女性にもモテるみたいな。ほんとに、どっちから見てもかっこいい、かっこいいよな。うん。はぁ。もう何していいかわかりません。うん。美味しい。美味しい。もう分かった。分かったよ。寝ます。ああ、お腹いっぱいだなー。
忘れてた。皆さん、今年もお世話になりました。来年も、少量チャンネル、僕とりょうをよろしくお願いいたします。